何年待っても鈴木が出ないライトノベル5000。一作品目、鈴宮春日シリーズ。約2年待ち。2020年に番外編の鈴宮春日の直感が9年ぶりに発売となったが、その後は一切音沙汰なし。本編の続きはもう一生読めないかも。2作品目、落第騎士のキャバロリー。約3年待ち。最終章開幕と銘打って発売された18巻から刊行ストップ。その間に作者が始めた新シリーズが昨年完結になったので、そろそろ新刊が出るはず。3作品目、東京レイブンズ。約5年待ち。すべての謎が明かされて最終決戦に向かう手前で刊行ストップ。死ぬほど盛り上がっていただけに生殺し状態で今でも待っています。4作品目、農林。約7年待ち。唯一無二の農業コメディーラノベ。次の巻で完結とまで言っていたのに刊行が止まっています。同著者の竜王のお仕事が落ち着いたら新刊が出るかもしれません。5作品目、ブラックブレッド。約9年待ち。テレビアニメが放送されて絶頂の中で刊行ストップ。多くの人が続きを待っていますが、作者が業界からもいなくなってしまいました。でも今でも続きが出るのを待っています。